詰まっていますが左中間です。センターの中川圭太が追いついて西川と、ね、両方取れそうな打球ではあったんですね。ホークスを0点に三者凡退のピッチングを見せました。バファローズ対イーグルス今シーズン第13回戦5回終わって花火の打ち上げです。ちょうどこの三塁側スタンド後方からね、はい、花火が上がるんです、まあ、花火がこう似合う季節になってきましたね。いや本当ですよ ね、はい、まあ、今日は風向きがいつもと違うということなんです。まあ、煙だとかね、はい、あるんでしょうね。まあでもモニターで見てますね、はい、綺麗ですね。まあそうですね、はい、音もね、はい、生の音が聞こえますしね。なんかこう、はい、なんか夏が来たなっていう感じしますね。ね、こちらブルペンです。吉田康生、小田島、マチャロに、テルドモといったメンバーがちょうどあのブルペン一塁側からよく花火見えますからね、ね、はい、特等席ですね。そうですね、はい、それでは最後に神戸に集まってくださったイーグルスファンの皆さんに一言お願いします。はい、遠くまで足を運んでいただきありがとうございます。前半戦も残り2試合になるのでしっかり勝って後半戦に向けていけるように頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーロー